お兄ちゃんは、なんで、何も気にしないで武道館のあの、しょっぱなの、ブルーハーツ大爆発の、ビッグバンの、武道館を満杯にした大コンサートの、朝の話ちょっとお聞かせください。ああ、そうですね、初めて武道館をね、やるっていう日、はい、僕ちょうど東京の遊びに来てた兄貴の、その時まだ兄貴6畳の一間のアパートだったんですよ。な、うん、うんえー、でこさないのかなと思ったら、うん、めんどくさいから、みたいな感じだったんですよ。うんほんで あの、武道館の前の日。で、俺がすごい緊張してるわけですよ。で、僕は剣道の試合でよく武道館行ってたんだけど。ああ、そうか。そこをワンマンで、一人じゃなくてバンド4人で、ぱいにするやつってすげえな。すごいよ。で、ベッドに兄貴が寝てて、僕はその下で寝てたんですけど、なんかね、もう眠れなくて。で、月明かりがすごく明るく感じるでその日は。うわぁうわと思って、ほんで、兄貴をたまにこう見てるんですけど、ぐっすり寝てるんですよ。すごい。ほんで、 朝は、昼頃ですかね、うん、起きて。俺の、俺はもう朝から起きてるんで、うん、い、行かなくていいのかなとかって。うんうん、で、兄ちゃん、あの、そろそろ行かなくていいのっ言ったら、ああ、行く行くって言って、で、あの人パンツ履かなかったんで、うん、その上に、あの、振りチんで、こう、ジーパン履いて、ほ、うんで、上は、あの、ラクダの、あの、下着あるじゃないですか、うん、あの、湯首のグリーンと伸びた。うん、で、それ着て寝てたんですよ。うん、で、 タオルはあの普通の日本あのの普通タオルを頭に巻いて白いタオルぎギっッと巻いてじゃあ行くわって言うから「ちょっと待ってくれ」と「衣装とかなんかそういうのならどうするの?」って「向こうにあるの?」って言われたら「おもう着とるよ」ええラクダのゆうねっう白いタオル巻いてジーパンではいやもう着とるよ」って言うから「いやまさか」と思いながらそのまま出ていったからでステージ行ったら違うだろうと思ってで コンサート会場行って、あの、武道館行って、待ってて、で、わーとファンが盛り上がって、バーンと出てきたら、なしでしたね。ラクダの U ネックに。はい。それ衣装。衣装で。で、衣装着て出てっちゃうんです。それで、最後まで歌って。めっちゃかっこいいじゃん。で、その時下北のアパートだったんですけど、俺じゃあ帰ってくるわって言って、で、俺も帰るわって言って。弟も興奮してるもん、してるさんも。で、帰ってきたら、兄貴がそのまま帰ってくるんですよ。うん、ラクダのジーンズに白いタオルで。ほいで、ほう、こんまま帰ってきたと思いながら、 で、まさよ、風呂行こうって言って、そのまんまの格好その当時、深夜まで場所から下北だと下北。やってる銭湯があるんだ。あるんですよ。下北の街中歩いて、ほで、一番階商店街にある八万湯っていうとこあるんですけど、そこに行って、二人で。ほで、シャワー浴びて帰えないのかなとか思いながら、で、やってて、ほで、僕は先に湯船に使ってたんですよ。で、兄貴は洗ってる、もう見るわけでもないし、ぼーっと見てて、パーンと音がして、 見たら、兄貴の横で若者がぶっ倒れてるんですよ。うん。どうしたのかな思ったら、ヒロトさん、今、み、み、見てきましたーって。うわ <laughs> れびっくりするよね。うん、最高じゃん、ファンとしては。武道館に大た人が、今度、銭湯にいるわけですからね。うん、いや、本当。とに、ね。ねうん。ふざ楽しかったって言って、よ <laughs> <laughs> って言ってました。めっちゃ。 ファンは一生涯忘れないだろうし。でも、俺はあの、河本博士さん、お兄ちゃんすごいなと思うのは、白いタオル巻いてトレードマークでしょうに思ってたけど、戦闘逆算だよね。そうなんですよ。戦闘。そうなんです戦闘に。戦闘でそれで洗えるじゃん。そうなんです戦闘行くために巻い行くために武道館通過してんだよ。朝から。朝から。朝から戦闘のことを考えて。そういうことですよ。武道館のこと考えないの最終的にそこなんですよね。めちゃかく、そう。だから、八万円にゴール向かってるだけで、 武道館は単なる通過点って。だからすごいんですよ。うん、めちゃいい話じゃないですか、これ。<laughs> 大好きなの、この話。じゃ武道館ですよ<ー>で、そこに何も払ってくるお客さん、銭湯、うん、行く人を見たんですかで、しかも。この人、これから銭湯行くんだっていう。うで、弟が遺い系じゃないですか。うん、兄ちゃん大丈夫うん、もう来とるよとか。うん、兄ちゃん先帰ってるわ。で、兄ちゃん来たら、じゃ一緒に風呂行くって。 コ本モトとコウモトヒロと最高の兄弟が街外れの銭湯に行くファンがやってきてそっとする全部嘘だったら面白すぎます、ねうん、本当にね。本当いや、俺も自分でほら、はい、ほん、武道館にそれ出てくるのかなっていうのは未だに嘘じゃないかって本当思う時ありますもんね。うん、でもそのままですね。お兄さんがすごいのは ね、弟もおしゃべりですごいけど、うん、兄もすごいなぁと思うのは、菊之助さんが下町ロケットやってる時に、二、うん、人はなんかまだリハーサルにいたのかな、うん、そうだっつったんですよ、あの人が。うん、珍しく興奮したの、あの真面目な菊之助さんが。そうだ河本正弘さんのお兄さんが、中村獅童さんとロックバンド時代の付き合いがあって、披露宴に来た。その時にお兄さんがめっちゃくちゃ古田さん。 その時だけは初めて興奮してる菊之助さんみたい、うん、めっちゃ面白いことお兄さん言ったんですよ。うん、それを弟さんに伝えたんだけど。 喉まで出かかってんだけど、セリフが出てこないで、急に思い出しました今って餃子で、ギアゴ奏で、なんつったんですかって、あの、河もさんのお兄さんは、つったら、友達の中村獅童さんに向かってマイク持って、あの、ブルーハーツのと本弘、ね、黒マニアつか、の、あの、もとさんが来てるんで、つって、挨拶を一言って言われて、はい、わかりました、って、ひょっとひょうひょうとして礼によってお兄ちゃん出てきて、獅童さんに向かって、あのね、あのね、あの、獅童君ね、これだけは言っとくよ、つって。 とにかくね、え、乱れた生活してる人と破天荒な歌舞伎役者って違うからね、おめでとうってったらしい歌舞伎役者の人たち、列席した人たち、バカ受けらしいるんですよ。参会の方々は。それはそうだ。めちゃいいこと言う。ちょっとからかってるでしょあったかいでしょなんか、毒舌入ってるよねうまいよね。乱れてる人と破天荒な人は違うと。これ、どっか、あの、さっきの、え、 固定先あじゃない固定先はダメだけど固定差しって言いようそうになったね <laughs> 全く違うことを間違えて言っちゃったりするけど、うん、全く違うよっつってでそれにつなげて言えば、うん、僕はその現場にいないけど、うん、あの今の清志郎さんが亡くなった時にうん、うん、お兄さんがいい長寿を一人としてしてましたね,ね何でしたっけ、ね、あのーあのー、まずなんかピックをねピックもらってた、うん、でそのピックをなんか このピックどうすればいい、うん、って、もうでもいらないね。もらうよ。<え>って。家に向かって。家に向かって。もういらないよね。うん、じゃあもらっとくねって言って、うん、じゃあしまうからね。もう、あの、本当にしまうからねって言ってボケットでしまったっで、うん、その後に、あ、これ以上言わないって何、んでしたっけなんか、他あの、ファンがあ。あ、ファンの人。僕は来てくれる人いっぱい,いて来てるけど、ありがとうって言わないからって。あの、あなたが言うべきだ。 っって言って言たのい、ね、今のさんの家に向かってそういうことを、うん、サラサラとあとやっぱり役者さんの世界だからもう二人は言わずもがなかもんだけど、うん、さっきねもロさん、うん、笑いながら泣くとか泣きながら笑うっていう切なさあるじゃないですか、うん、なんかそういう感じとちょっとつながるんじゃない、うん、ですか、ね、俺は言わないよ、うん、あんたが言うべきだ その前にもういらないんだろうからピックを内ポケットに形見をしまうのと矛盾したこと言ってるじゃないですかで死んでるんだからいいよねっていう切なさとそういうことを解説する俺が野暮なんだけど反面うん、うん、ポーンとあなたわれわれの心の中に生き続けるからうん、うん、あんたが言いなさいよファンにっていう好き話グッとくるよねうん、うん、なんかねそういう時になるとこう締めっぽくてこうね、うん、なんかいいことを言ってやろうみたいなことになるからね、うん